ゆなです。えこです。ひめかです。ピンク、ラテ、ティー、ビリー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はピンクラテのおすすめ商品を紹介します。どうぞ。まず一つ目を紹介していきます。かゆい。一つ目はこれです。カッパ、ピンクラテのカッパの商品です。とポイントはフードポイントはフードの中の健康美容です。今流行りのねメッシュ素材があります。この紐とここの裏のテープロゴみたいな感じが統一されてて可愛いです。二つ目の商品に行きます。シャツ、またまたカッパです。カッパです。こう真ん中にまたメッシュ素材があって涼しげな感じです。色が、そう、色味がね3つ全部違う、全部違くて、なんかこういう、違う、なんかこういうベージュとかは新しい色でガーリーな色に似合うと思います。とてもかわいい。ひめかちゃんはロボットなのどっちか。エコが持っているこの T シャツはカッパのやつなんですけど、みんなカッパ、フランス、イエーイ。マリン、マリン、そう、国旗みたいな色がしてて、明度が高い白と明度が低い紺で、こちらが暖色系な色、流行り緑、流行りネオンカラー、緑流行りネオン、蛍光緑蛍光じゃあ、はい、3つ目の商品に参ります。はい、カシュカシュ。3つ目はシャツダンキみたいな感じのセットアップです。セットアップです。まずね、上は結構長めのシャツダンキになってて、まず150センチだと膝がギリギリ隠れるか隠れないかぐらいで、163センチは普通です。太ももとね、膝との間だよね。テープ細く見える体体細く見える、この辺にラインが来て細く、横のテープ体細く見えてる。いや、かわいい、すごい、とてもかわいい。なんか色味もねワンポイントなので、いろんなズボンに履き回せる。丈が流行りよ。膝にはかからないけど短パンでもないっていう長さのズボンが今流行りです。ダンスとかにも使えるし、どうするぞって時でも使えるよ。ラインが入ってるズボンは結構エコモーダンスで使うのでめっちゃいいと思います。この長さとかかわいい、めっちゃいいと思います。それはひめかちゃん、なんかさっきからおかしいね今日ね、そうか、調子がちょっとネジがね、ちょっと一つずつ壊れてきて、まあそんな感じです。はい、ひめかシャツワンピ、シャツ&ワンピ2つ欲しい。右のワンピいいよ。どうも、ゆながこの中で欲しいのはこれです。エコちゃんも一緒です。これです。この色味が好きだからです。このラインが可愛いんです。だからダンスの時とかこういうニットとかあると暑いかなってなるけど、半袖とかこういうミス素材で涼しげな感じでこれからの夏でも使えると思ったからです。ひめかシャツ可愛い思う。ひめか欲しい、怖い、怖い、逃げ、ダンスしたら熱いだから薄い素材欲しい。同じ、エコもイエイ、エコもこれ可愛い思った。でも全部可愛いから全部欲しいな。そうだね、ね、そうだね。ズボンも可愛いから欲しいな。あんまり欲しいなね。あんまり意味がない、壊れちゃう、ひめかちゃんみたいに。以上です。どうだ、かわいいでしょ。もっとピンクラテにはいろんな商品があるので、カッパ、みんなもお気に入りの洋服探してね。ウェブじゃないから。そうですよ、私たちのウェブも
ちゃんとチェックしてね。してね。これからの夏でも着れるような服がいっぱい出てくるので。見てね。見てね。見てね。もしこの動画が、ちょっと待って。ドッキリ大成功。はぁ、どうしたの？よかったね。またドッキリやってんのかよ。いた、ぶつけた。みんな気づいた？え、気づかない。このドッキリは姫華が3文字の単語しか使っちゃいけないドッキリです。嘘だ。え、なんで全然嘘つかない。え、じゃあ本当は撮り直しじゃなかったってことですか？なんか姫華あーめんどくそー。これ2回撮ったんですけど、なんかさっきのやつでドッキリやんなきゃいけなかったんだけど、それを忘れてたんです。姫華ドッキリするの忘れて普通に紹介しちゃったから、あと今が本当はパーカー欲しかったけど4文字だから、やっぱりそうだ、ワンピにしました。3文字気づいた？気づかないけど、ロボットだった。ロボットだった。本来だったらこんな洋服変えたのに取り直すのありえないから、洋服もう一回変え直してからやるんじゃないかなっていうのでちょっと思ったけど、エコは別にいつも通りの姫華ちゃんだった。たまにどうやって見えてるの？ヒメカとか急に始めるから、またヒメカちゃんおかしくなったなみたいな。そんなことする？撮り直しって言ったからちょっと頑張らないぞと思って。でもクリティさんがやけに笑ってたからなんか怪しいし、またヒメカちゃんが呼ばれてたから、あーなんかまた企んでる。呼ばれてないよ。え、さっき呼ばれてたから。え、呼ばれてないよ。え、ねえ、もうなんか真剣じゃなかった。クリティさんこんなにふざけてたら絶対なんかいつもうちょっとなんか注意する。なんか止めるよとか言うけどずっと笑ってるから、やり直しって言うはずなのになんか言わないから、このキャラならいいのかなとか思っちゃって。姫華は特別みたいな。ドッキリ大成功。バカンキラキラてん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 。こちょこちょしてる時もこちょしか言わなくて、こちょコチョガシーって言うんだよ。だからコチョガって言っちゃった。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。